こんばんは、ひろともです。2020年今年撮影したフィルムの本数はトータル7本です。春の桜と秋の紅葉での撮影です。12月にもなり、あと少しで本年度終わってしまいます。今年中に、現状に出したいと思います。ずっと昔にですね、撮影してまだ現像してないフィルムが1本あるんで、それも含めて現像を出したいと思います。そのフィルムとはじゃんじゃん、富士のホルティアですね。ホルティアと聞いてピンときた方は相当フィルム歴が長い人だとお見受けできます。で、今日12月15日なんですけど、このように私の手元に、フィルムの現像したものがやっと届きました。さて、いよいよ開封していきます。中は空っぽですね。この封筒の中身はですね、振り替え用紙ですね。120のリバーサルフィルム8本現像しております。なので1150円かけ8本で9200円、送料コンパクト便473円、ポイント割引券を入れてましたのでマイナス500円、トータルで1140円ですね。さて、いよいよ開封の時がやってきました。もう自分でもドッキリですね。多分ものすごく失敗してると思います。リバーサルフィルムをしばらく使ってないとですね、フィルムの装填の仕方を忘れちゃうんですよね。なのでそういう面からも、あれ2つに分かれてるぞ、なんかおかしい。まず1つ、2つ、3つ、4つ、これは何かあるの。で、別の封筒に1つ、2つ、3つ、4つですね。単純に2つずつ分けてるのかな。まあとりあえずいいや。まあこのようになりました。今年撮ったフィルムですね、現像結果を紹介したいと思います。今年7本撮ったんですが、まあそのうちのまず1本目ですね。全体像はこんな感じです。
はい、1本目だいたいこんな感じですね。続いて2本目ですね。全体像はこんな感じです。では1本目から見ていきましょうかね。2本目以上です。はい、今年3本目の撮影の結果ですね。全体像はこんな感じです。では細かく見ていきましょう。1本目フィルムの装填ミス、2本目、3本目、4本目、5本目、6、7、8、9、11 12 13。よし、15。16。今年撮った4本目のフィルムですね、結果です。全体像はこんな感じです。では、1枚目から見ていきましょう。4本目以上です。今年撮ったフィルムの5本目、全体像はこんな感じです。では1本目から見ていきましょう。
以上です。今年撮ったフィルムの6本目ですね。全体像はこんな感じです。じゃあ1本目から見ていきましょう。以上です。今年撮ったフィルムの7本目ですね。全体像はこんな感じです。最後の1本は1枚、残り1枚余ってたんで早く現存出したいと思って適当に撮っているカットがあります。では最初の1枚から見ていきましょう。はい、今年撮ったフィルムはこれで以上ですね。最後おまけです。まあ、前半ちょっとお伝えしたんですが、富士フォルティア SP で撮った未現像のフィルムが1本ありまして、